にでダイビングです。熱海といえば、やっぱり沈船。私は初めての沈船なので、楽しみです。かなり大きな船です。ダイバーと比較すると、その大きさがわかります。ワイコンつけてても、全体を映すのは無理ですね。37年前に沈んだ船らしいです。周りに、びっしりちょっとコーラルがついています。その周りに桜鯛をはじめ、いろいろな魚が住みついています。桜鯛以外の魚も、本当に綺麗ですね。下の方にみっちりと、小さな魚の群れがあります。GoPro2台持ちのダイバーの方に目が行ってしまいますか？いろいろ見どころ満載ですね。これが、もう少し浅かったらなぁ。最高なんだけどね。